Hey guys, I'm Jin. どうも、ヨジンです。本日もよろしくお願いします。はい。ということで、本日もね、DIY 動画となっております。Today, I'm gonna disassemble this bed, because I make over my room. This bed is, taking up space.、うん、部屋をね、ちょっと模様替えというか、ここをね、今ずっと施術室にしてたんですけど、それをちょっとね、今移動させるのをちょっとやっておりまして、まあ、それに伴ってちょっとね、このベッドが邪魔になったので、このベッドをね、分解しようかなと思っております。まあ、また使うかもしれないんで、とりあえずね、分解して置いとこうかなとは思うんですけど、これをとりあえず分解しようと思います。はい。まあ、いつも通りせっかくなんでね、パンツでやります。今日は、This is Omu's Bikini、タンガブリーフ、はい、タンガブリーフっていう商品名のやつですね。また次のね、メインチャンネルでこれ紹介する予定なので、もしよかったらまた、はい、見てください。はい。ということで、早速も取り掛かっていきましょうか。はい。これね、自分で作ったんですよ。ホームセンターとかで板を買ってきて、それを組み合わせて自分で作りました。This bed. I made this bed myself. うん。結構ね、簡単な作りにはなってるんですけど、まあ、それでもね、耐久性はそれなりにあるんで、全然ね、良かったんじゃないかなとは思います。これね、3つにね、分かれてるんですよ。はい、こんな感じで、これ1個と、はい、こんな感じで、3つに分かれてます。で、これね、中がこうやって開くようになってて、収納にもなるっていう、めちゃくちゃね、便利なベッドになっておりました。もしよかったらね、皆さんも作るの全然簡単なんで、作ってみてもらえたらなと思いますね。はい。結構ね、狭い部屋に住んでると荷物が増えてきて、収納場所ね、困ったりすると思うんですけど、これめちゃくちゃ収納力があるんで、はい。おすすめですね。はい。まあなんですけど、ちょっともう今日は、こちら分解していこうと思います。こちらね、これで分解していきます。じゃあ、上から取っていくかな。あ、そっか、ちょっとぐらい先取っちゃったらいいか。これ、なんか、ほとんどパンツ映ってないですね。まあ、奥の方になってきたら、ちゃんと全身映るようになってくると思うんで。こういうのもね、組み立てるのは大変だったんですけど、分解するのはね、結構一瞬だったりするんですよね。このね、ネジがね、すぐどっか行っちゃうんでなくならないように。よいしょ。はい、これで、板が外れましたね。よいしょ。で、中、ちょっとしとこうかな。こんな感じで、もうガバッと。広くなっておりますね。ここにこう、金属の L 字とかで、適度にバババッと止めてるだけですね。まあ、でも負荷はね、この縦方向にしか負荷かからないので、これはまあ、横つなぎ止めるぐらいで全然、これぐらいかなぐらいは十分かなっていう感じですね。はい。強度は全然十分かと思います。はい。じゃあこちら、この中ですね。どんどんちょっとネジを外していきたいと思います。
はい。こんな感じでね、後ろにはキャスターがついていて動くようにしておりました。はい。ということで、1個分解できました。じゃあ2台目やっていきたいと思います。よいしょ。ちょっとね、ここね、無理やり荷物いっぱい詰め込んでたんですけど、こんな感じで、金具がめっちゃ曲がってますね。やっぱあれですね、あんまり過信しすぎるとダメですね。こっちもね、曲がってましたね。はい、ということで、2台目、崩し終わりました。じゃあ、ラストワン。はい、最後の1台。分解していきまーす。よいしょ。あ、でね、最後の1台だけね、ちょっと作りが違うくて。よいしょ。こんな感じで、ここ、ちょっとね、なんて言ったらいいの。まあ、手前に、ここにも物を置けるように、外から出せるような、この、ちょっとした収納スペースみたいなのを作って、で、逆に中をちょっと狭くしました。で、これ全長2メートルで作ってるんですけど、こいつ、この、今までの2つは60センチ、ここの長さですね、が60センチで作ってて、こいつだけ、80センチ。出ますね。はい。っていう作りにしてました。はい。まあ、どうでもいいと思うんですけど、そんな細かいことに言われたってって感じだと思うんですけど。じゃあ、こちらも分解していきます。
はい、ということで、ブラシ終わりました。まだね、ちょっとね、細かい L 字とかの金具がね、こういうの残ってるんで、こういうのが、この後ちょっとゆっくり、ちょっとずつ取っていこうかなと思っております。はい。ということで、本日は、ベッド分解動画でした。何分、測っといてよかったな。何分、そっか、これ見たらいいか。まあ、30分ぐらいですかね。うん。意外とかかったな。いや、でもね、これ組み立てるときはね、何分ぐらいかかったんかな。組み立てるときは、もう数時間、半日ぐらいかかって組み立ててたような気がしますね。はい。やっぱまあ作るよりね、分解する方が簡単ってことですね。はい。ということで、これぐらいですかね。はい。キャスターとかもね、もう全部取って、細かくね。でね、一個だけね、舐めちゃってたやつがあって、舐めて取れなくなっちゃったね。ネジとかもありましたね。ちょっとそれこれから外すのちょっと大変なんですけど、それとちょっと格闘がこれから始まるっていう感じですね。はい。ということで、Thank you for watching my video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.